はいどうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野ントです。今回やっていくのは、平方完成の時短テクニック。まあ、平方完成、受験勉強を通して大体数百回はやりますよね。だからこそ、皆さん、平方完成、一行でやってほしいんですよ。なんか、途中式、つらつら書いてとかやってたら、本当に時間もったいないんでね。 一行でやる今回は時短テクニックを紹介していこうと思います。これ徹底基礎講座の方でも解説してるんですけど、その内容をチラ見せしようと思うので、ぜひマスターしていきましょう。それではやっていきましょう。まずね、3x2 プラス 12x プラス1。これを平方完成することを考えてみましょう。まあ多くの方はね、うん、ここの部分で一旦なんかくくってとかやって、で、このカッコの中をちょっとうまくきれいにね、 x プラス2の2乗っていうのを作って4が出てくるから引く4みたいな感じで何行もね使っちゃうんじゃないかなって思うんですよでもこれだとねまあ時間がかかりすぎあとこれ書く労力がもったいないということで一発でねここに持ってきてほしいとまあ要は a カッコ x マイナス p の2乗プラス9っていう形に持っていくのが平方完成じゃないですかつまり1 2 3この3箇所を求めていけばいいでその順番は これが求まって、次これを求めて、これを求めていく。この順番でちゃんとわかると。まあ、実際ね、考えていくと、どういうふうに求めるかというと、3x2 プラス 12x プラス1。まず a の部分は当然3で。で、今度、この p の部分を求めていきたいわけだけど、どう求めるかっていうと、ね、ここの部分っていうのは、x1 乗の項を見てあげるんだよね。じゃあ、その12、ね、x1 乗の係数12を見てあげて、どういうふうに p を求めるかっていうと、この3と2をかけたもの、 三かけ二で割ると。三かけ二の六で十二を割ると、プラス二。もう一発で出てくるよね。じゃあ次、九を求めていきたいわけだけど、九は今度はね、定数項。このプラス一で考えていかなきゃいけないと。まあ、そのね、考え方としては、 まずこれを展開したときに、定数項何が出てくるのかってことを考えるわけ。そうすると、2の2乗かけ3だよね。だから4かけ3の12が出てきちゃうよね。じゃあ、12が出てくるんだったら、マイナス12で打ち消せばいいじゃない。まあ、これは頭の中で本体計算してほしいけど、マイナス12っていう風に書くことによって、ここの部分で 3x2 乗プラス 12x だけになると。ね。定数項が消える。で、プラス1にしたいわけだから、プラス1と。 ま、このマイナス12プラス1っていうのを頭の中で計算してあげて、マイナス11というふうにできる、ね、よろしいですかね。3が出てきて、3×2 で12を割ることによって2が出てくる。で、4×3 の12が出てきちゃうから、マイナス12で打ち消す。で、プラス1だからマイナス11と。こういう流れで、しっかりと平方完成してあげれば、無駄な式ね、書かなくていいよね。まあ、実際ね、他の問題を通して見ていくと x、4x2 乗マイナス 8x プラス3。 この問題どうなるかっていうと、まず4が出てくるね。で、この x の1乗、マイナス8を 4×2 の8で割ればいいから、ここにマイナス1が出てくる。じゃ、あ定数項はって言ったら、これの2乗 ×4 の4が出てきちゃうわけだから、マイナス4で相殺。で、結局最終的にはプラス3にしたいから、マイナス4、プラス3でマイナス1と。こんな感じですぐに平方完成ができる。x2 乗の項がね、えー、マイナス2が係数にある場合、マイナスが係数にある場合も一緒。まずマイナス2を前に出してあげる。 で、今度は12をマイナス2かきりのマイナス4で割ってあげればいいわけだから、ここにマイナス3が来る。その場合、これの2乗かけマイナス2。すなわち9、9かけマイナス2のマイナス18が定数項に出てきちゃうんだね。マイナス18が出てくるってことは、プラス18をして打ち消してあげる。で、引く1なわけだから、プラス17と。こんな感じで、1行でパッと平方完成できる。分数が出てきちゃうものも一緒。2x2 プラス 6x プラス1イコール。まず a の部分は2だよね。当たり前。で、 残りの部分は、6を 2×2 の4で割ればいいから、プラス2分の3と。まあ、分数が出てくるけど、同じようにやってあげれば、OK。定数項は、これの2乗かけ ×2、4分の 9×2 の1個約分して、2分の9が出てきちゃう。2分の9が出てきちゃう。ま、あね、分数の計算慣れてない方は、もうメモ書き程度に、マイナス2分の9ってちっちゃく書いてあげれば、マイナス2分の9、プラス1がここに来んのか。ってことは、マイナス2分の7だな、っていう風に、平方完成がパッとできるわけですね。よろしいですかね。 まあこんな感じでたくさんね、書かずとも、丸る1、まる2、ま3、AP9 の順番でしっかりと考えていく、この方法で平方完成、時短してもらえたらいいなと思います。ということで今回平方完成の時短テクニックについて解説してきたんですけど、まあいろんなテクニック今後も紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメント欄に残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう